はい、えー、こんにちは、ジミーです。今回のテーマはですね、哲学入門です。えー、短時間で主要な哲学者の要点を学びたいって人におすすめの本ですね。えー、哲学っていうのは、えー、古代ギリシャ哲学からよく知られてますけども、も長い歴史の中に様々な哲学者がいます。えー、普段生活していても、えー、ことあるごとに、えー、昔の哲学者の言葉が引き合いに出されるっていうことも少なくはありません。今回はですね、古代ソクラテスから、えー、最近までですね、えー、主要な哲学者の考え方の要点を一冊で学ぶことができる本を紹介します。 自分の頭で考えたい人のための15分間哲学教室という本ですね。まさに入門編、人間人生の様々なテーマっていうのを考えるきっかけとして適した本であるというふうに思います。話の流れはこちらになっています。早速ですけども、哲学の必要性からちょっとお話をします。哲学っていうのは宇宙の真理ですとか、存在とは何か、何が存在しているのかといったですね、根源的な問いに始まって、人間とは何か、何のために生きているのか、存在意義とは何かですね。そして 人生観そのものもに行きいいていきます哲学について過去には様々な鉄人がいろいろな考え方に基づいて世界のあり方ですとか物事の存在について議論がされてきましたけどもなぜそんなことを議論する人が昔から絶えないのか。 それはですね、哲学っていうのは自分の生き方を考える上で必要であるからですね。まあ、いきなりですね、目に見えるものは全て存在しているのかという問いから始まることはありませんけども、自分のやりたいこと、価値観、生きる意味などを考えていれば、多くの場合、本源的な問いにたどり着くことになるというふうに思います。そこで自問自答して、また他の人の考え方をよく聞いて、そしてまた考えていくことで、自分の軸となる考え方が出来上がります。そして、それが信念となってブレない自分が形成されていくのだというふうに うふうに思いますでそれはですね、知識や技術と同じぐらい、もしくはそれ以上に重要であって必要なものです。迷った時に決断のヒントとなって進んでいく原動力となるものは、技術ですとかノウハウではなくて、その人の信念そのものだからですね。 二つ目、哲学は入りにくい。難解で敬遠されるという話ですね。哲学っていうのは自分の生き方を考える上で必要だと分かっていても、これまでの人間の歴史における様々な哲学的な考え方を本から学ぶのは容易ではありませんよね。そもそも証明の仕様がなくて正解がない上に、概念がまあ、私たちの日常生活からは随分離れているため、理解もしにくいというふうに言えます。私もですね、高校生の時にある哲学の本を読んだ時にすぐ挫折した経験があります。そこ ププララテスとプラトンあたりで,ですね考え方を詳しく読んでみたんですけどもイデアの説明とかあったんですけど随分拒否反応を示したのを覚えていますでましてですね現代社会では職を得たりですとか仕事をしたりする上では必要ないものとされてしまう傾向にあるというふうに言えます実際に求められていることは技能であってコミュニケーション能力であって合理的な思考であったりするわけですねそういった社会の必要性に応じた能力っていうのはまあ分かりやすくはあるんですけども哲学のようなですね本源的な 問題をを考えたたことととがなないと困難な場面でですね簡単に目的と手段を混同してしてまったり自分が何をするべきなのか、自分にとって大切な行動は何かっていうのを判断できなくなってしまいます。事実ですね、そんな状態に陥っている人が少なくないというふうに思います。会社の規則に従って利益に貢献するっていうことは間違いなく正解なんでしょうかお金を持っていれば必ず幸せと言えますでしょうか自分が思っている正義は本当に善なのかこれらの問いや 常識にですね、疑問を持って考えてみることができる人っていうのは、組織をまとめる側からすればですね、面倒な存在になりがちなんですね。ここも注目するポイントであると思います。 歴史を振り返れば明らかなんですけども、異性者がですね、思考や思想を促すような知識層を迫害する例もあるほどです。だからこそ、基本的に組織にいるとですね、このような根本的な問いには行き着かないように、絶対的な規則ですとか、絶対的な方針を人に与えて、疑問を持たせないように、ある意味考えないように仕向けているわけですね。そのような角度から見ても、哲学は入りにくいというふうに言えるかもしれません。で、前置き長くなりましたが、本の概要とおすすめの理由を簡単に説明します。 え、題名もう一度言いますと、えー、自分の頭で考えたいそのための15分間哲学教室ですね。えー、アン・ルーニーという人が書いた本です。えー、章ごとにですね、27のテーマが設けられています。で、各テーマごとにですね、主要な哲学者、不数名ですけども、えー、その人たちの考え方が示されているという内容になっています。まあ、より根源的なテーマで言えば、えー、あなたがあなたである理由とかですね、えー、森の中で倒れた木は存在するのかとかですね、えー、存在ですとか意識、魂についてのテーマがある一方で、えー 平等は難しいとか、戦争と恋愛では全てが許されるなどですね、より日常に近く、善悪や正しさの定義を考えさせられるようなテーマもあります。そして、新しい iPhone はあなたを幸せにさせるのかとかですね、人間は AI を恐れるべきかとかですね、こういった現代風のテーマも設定されています。登場する哲学者っていうのは、ソクラテス、プラトン、アリストテレスなど、古代のギリシャ哲学者からですね、近現代の哲学者まで含まれています。 ま、中世紀で行くと、アキナスですとか、ホッブズ、えー、近代期で行くと、デカルトですとか、スピノザー・カントとかですね。で、19世紀以降でもですね、ニーチェ、フロイト、ハイデガーなどですね、多くの哲学者の考え方に触れることができます。一冊に入ってるわけですね。で、本のタイトルにもある通り、おそらく一章は15分足らずで読めるような内容になってます。まあ、途中でもういいやと挫折することも少なくなるはずですね。で、おすすめの理由です。えー、まずですね、短時間で要点を押さえることができるということです。えー、わかりやすくテーマが設定されているおかげでですね、要点 一つのテーマに主要な哲学者の考え方が複数ですね、示されているため、違った角度から考えることができる点もポイントですね。まあ何より一章あたりですね、15分程度で読めるため、一つのテーマで思考があちらこちらに飛んだりですね、別のテーマが混ざったりすることがありません。 まあ、おそらくですね、深掘りしていけばどんどん難しくなるんじゃないかと思います。えー、各哲学者のですね、著書を原文訳等で読めばですね、果てしなく長い時間がかかります。えー、ですが、えー、この本はですね、えー、ポイントが絞られているため、えー、読む側としては非常にありがたいというふうに言えます、えー。余談ですけども、本書は日本語への翻訳も非常に上手だなというふうに、えー、感想を持っています。次ですね、えー、好きなテーマから読んで考えるです、えー。テーマが細かくですね、27に分けられているため、自分の好きなテーマから入っていけます。より根源的なテーマ、 テテーーママににに興味がななないいいいい人っっててううののは後半の身近に感じるテーマから読んで問題ないという構成になっています逆にですね、最初の方はより観念的な話が多いので、苦手に感じる人っていうのは後半の面白そうなテーマから入っていく方がいいと思います。例えばですね、16章あたりになると、魔女を火破りにすべきかとかですね、これはですね、善悪の基準ですとか、正しいことはいつの時代も正しいのかと、そんなテーマになっています。普段ですね、当たり前のように正しいこと、良いこととして考えている行動や道徳的視点について、 もう一度考えることがでできて非常におす,すめですで次のおすすめのポイントですね。難解な部分を現代の視点で解説してくれているということです。昔ですね、哲学に関する難しそうな本を読んだ時に、結局読んでもですね、理解できたのか自分でもよくわからないという感想を持つことがありました。そうなると、せっかく読んでみたものの、最も大事な自分で考えるっていうことをしようとは思えないわけですね。それではあまり意味がありません。まあ、難しい文章を読む練習にはなるとは思いますけども、考えること というのはないと思います、えー、古代の文書も近代の文書も 現代の視点で考えられるように最初から示されているわけですね。そのおかげで思考にスムーズに移行することができると言えます。で、重要なのはですね、それぞれの哲学者の考え方を理解することではなくてですね、自分で問題意識ですとか疑問が浮かんで考えてみることだというふうに思います。その問題提起を最初からしてくれてるという点で、入門編、ちょっと教養として考えてみようという人にとってはぴったりの本と言えると思います。で、最後ちょっと2、3個と加えますとですね、哲学者の考えにはですね、 最初に必ず疑問や問いがあります。繰り返しますけども、考え方を学ぶことよりも、今まで当たり前だと思っていたテーマや、考えたこともなかった視点について、自分で考えてみることに意味があると思います。一つ一つのテーマは短く切られてますけども、古代から現代までの主要な哲学者の考え方に触れて、要点を理解して、その上で自分自身で考えることを促すっていうのに適した本であるというふうに思います。教養として、入門編として、考え方の整理としてですね、 自己啓発としてでもいいと思います。興味のある方は是非読んでみてください。ということで以上ですね、今回はこの辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。